一生やってんなこの人スマブラ。えい。いや、これマジでかいわ。これ覚え、これ教えてもらったな。あー、安い。おい。なんかこの密着ダッシュ A のことをめくりダッシュ A っていうのがなんかちょっと面白いなと思った。なんかやっぱ用語がちょっとちょいちょい違うのがちょっと面白いね。なんか判定が硬いとか。まあ強いって意味なんやろうけど。うまい。なるほど。やったー。とりあえずダッシュ A とあとめくりを意識する、この2つでだいぶ攻め手が増えたわ。だから今まで延々これ打ってガードして反撃しかダメージ減がなかったんけど、ちょっとなんか変わった気がする。オーナーはテリーが簡単で復帰強いキャラでありますようにと言っていや、確かに、モブチさんはもうあの、2D キャラ戦で行くっていうのはでも、ありかもね。スマブラ的なあれを、やばい、連チャンする。覚えなくていいし。もうスマブラできない体にされてるから、今。うわっ、あぶ。いやー、ちょっとあれ吹き刈りさせてほしいっすね。どうやってやんのやろ。よし、よしよしよし、スマブラ、スマブラっぽいでした今。オッケー。攻撃判定だけあんのか。オッケー。これちょっとあれやな、確実に教えてもらうより強くなってるな俺。ちょっとあの火力をちょっとね手に入れたわ。あ、来た、パックフラワー。ちょっとこいつの弱点教えて。お、おってた。リフレクって何に？これに？なんかいまいち使いどころが。こういう感じか。いいね。あー、これ何ハイパーは？
おし。おし。パックンは対抗するが地上が弱い。水がないと変える。嘘つけ。パックンは卓球さえ食らなければ勝てるから反射。あ、なるほど。確かに、反射見せ出してから一気にやりづらそうになってましたね。おぉ、あざす、あざす。うお、うわぁ、最悪。言わず引きやがった。あ、うわぁ、な、うわぁ、もういやぁえ、もう、うわあ、何パーから死んだ今。よし、はい、今日はこの辺で。いや、今日もだいぶ下手わ、だいぶ下手。400万を経て270万、最初に減るっていう。でもだいぶ今日はね、あの手応えを感じた。やっぱり教えてもらったことがだいぶ活かせましたね。じゃあこんな感じで今日は終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。出たー。足もこいつめくれないんじゃん。あー、これはかなりやな。これエリート選手ですね、これ。あー、すごい。これ Wi-Fi 以外の中でもかなりの、えりすぐりのエリートですよ、これ。ああ、ちょっと待って。いや、諦めるな。止まって見えるぞ。ここ見てから、見てからリフレクター。これ、ディオ対ジョータロウの、彷彿させる、この、バトル。このバトルにその読みはいらない。あれ、なんか、あ、すべて見てから対応する。来た、こ、体育、よし、飛び道具弱いな。オッケー。上様、オッケー、死んでくれ。おし、えいえいえい、うわ、ちょっと見てからやる。よし、確定。安いか、今のはスマッシュだか。はい、よし、
うわっ、気をつけて。はあ、うわ、2発耐えれる。よし、ここで時を止める。あー、止まれ。よし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 。アイドル気づいたらこのルールに。あー、やばい。ちょ、これ気をつけて、視察気をつけて、行って。これ確定が、横スマ入るか、これ。横スマ、あ、入らない。入らない。これ、やべ、投げる。ダッシュして投げる。あー、やばい、死ぬ。あえて肉弾戦に切り替えてきてるな。よし。うわー、強い、これ。ちょー、マジか。